おはようございます、今日から今週1週間始まります。お前で今週はかなりキノコの量が多い1週間となりそうです。今週1週間頑張ってまいります。栽培室です。おはよう、しいたけちゃんたち、おはよう。今週もよろしくね。おはようございます。おはようございます。昨日は消防の大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、いいお酒でしたね。そうですね、楽しかったですね。楽しかった。はい、お寿司も食べたし、はい。ただやっぱり飲んだ次の日といえばどうしてもお腹がペコペコでございます。そうですね。ということで、はい、今日も天気がいいので朝日に行ってきます。行きます。あー、うまい。楽しい。来ました。めっちゃ面白い。気づいたことがあるんだけど。気づきますね、ロンさんは。本当に、うん、歌のことなんだけどさ、これ著作権が大丈夫なのかなって思う歌があったの、うん、ちょっとそのワンフレーズちょっと歌っていい？歌っていいよ。いくよ、うん、さあ気まぜろ通り雨がってあるじゃん、うん、これなんていう歌？スコール？福山の、うん、スコールでしょ、うん、次行くよ、うん、さっきまでの通り雨がまるで嘘泣きみたいに。大丈夫これ？それね、僕も前から思ってました。思ってた？思ってた。さっきまでの通り雨とか俺結構言うんだよね。あー、さっきまでの通り雨。嘘。そんな主人だった？ゆう奥野さん、おはようございます。おはようございます。今週も1週間よろしくお願いします。お願いします。夏になってきて培養の温度がもやもやと高くなってきてるのかなという。あ、換気をすると暑くなるんだけど、うんうん、外気が暑いから、はい、ただ外気の空気を取り込まなくなると酸欠になっちゃうから、ここもう28度とか9度になっちゃったらちょっと均等に抑えていくけど、まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。はい、はい。なんでな、絶対ようこそ、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ラスト、ラスト、OK。おい、なんか早いって。あ、OK。 あ、いいね。あ、いいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。え、何、優しくない2人とも。なんか、ええ、オンライン揃うよね、こういう時だけ。あ、すごい、すごい、すげー、かっこいいね、やっぱり、うん、慣れてんの。はい、イエーイ。じゃあ一回カメラ止めます。はーい、はい。あ、カメラついてました。じゃあね。はい、お疲れさん。はい、仕事が終わってですね、夕方になったんですけども、これからちょっと農協青年部の役員会があってですね、ちょっと出かけていきます。行ってきます。
ございます。今日は火曜日、今日はですねちょっと東京の方から子供たちがですね椎茸の収穫体験をしに来たりですね、あとは畑にちょっとその子供たちを連れて、農業体験をするというちょっと食育の活動があります。張り切って頑張っていきたいと思います。頑張っていきますよ。はい、はい、今緊急で動画を回しております。はいはい、どうしました。昨日漁師から言われてちょっとここの温度がちょっと高くなってるとかよ。あ、昨日測った時 24.5 度ありました。外気も暑い、うん、暑いです、うん、なので、うん、日中は環境止めてるわけですよ。はいはいはい、そのせいでね。なるほどね。非常に息が苦しい。息苦しいね、ここね、うん、ここで、はい、ちょっとガスを、はい、一回ね測ってみる。ここの時期難しいのよ。なるほど。もうどっちみたいな。換気なの？ああ、なるほどね。それとも温度なの？どっちっていうところでね。はいはい。こういうふうにこまめに測って判断をすると。なるほど。ということが必要なわけです。でガスっていうのは下に溜まるので二酸化炭素の方が重いからね。はいはいはい。伏せます。緊張の瞬間。うん。出れます。出れ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 。多分5000くらいあるんじゃないかな。振り切ってます。振り切ってるってことは？6000〜7000くらいあるんじゃない？本当ですか？関係です。関係です。すぐ。すぐ。ただいま収穫体験のバスが到着しました。自分で見つける。あっと。自分で見つけたら嬉しいよ。4つそれ。3つじゃない。あ、いや3つか。いやー。これ500g。え、ぴったり500g なんだ。見る？美味しそう。マジで？だいたいですけど。だいたい。10g 差ぐらい。誤差10g ぐらいかな。わかんないけど。すごいじゃん。あ、ほんとだ。505。すごい。これ1個がね、2g ぐらいかな。2か3g で、だからもう誤差2個ぐらいしかない。すごい。で、これこうやって、振り切って、こうやってやる。おー。やってみる人。はい。自分の分やるか。自分の分やっていくか。おはようございます。今日はですねちょっと夕方久々にちょっと息抜きでバーベキューをすることにしてますのですごく楽しみです。一日頑張っていきます。土地の工事もかなり進んでますね。いいね。ここに今ハウスが建てあります。おはよう。立派です。はい。うん。うんうんうん。でこれで見よう。閉めとけ。閉める。閉めとけ。閉める。入っていく。現実で。はい。調子が出てる。やってきました。ちょっと雇用関係のことで、用事がありまして今三種町まで来ました。ちょっと会議をしてきます。これからですね黒椎茸の新パッケージ作成のためにですねちょっと秋田市の加工業者さんの方へ行ってきたいと思います。今日は、特別ゲストが来ております。はい。田沢湖からお越しの
三浦さんです。ありがとうございます。金賞の源となるおがくずを運んできていただいております。はい、はい、今日は交流していきましょう。はい、はい、じゃあ乾杯。乾杯。これで絶対変えられなくなった。いやいや。ウォウォじゃん。ウォウォは前。ウォウォ前。ウォウォ。ウォウォ前。今年がイエイ。その前は。その前ウォウォ。ウォウォ。あ、あいいいい来てる。いいいいいいところ入った。よいしょ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 。おお、やべ。巻きストーブだったら。これで。集め。これ。おお。最高。おはようございます。いや、昨日はすごい楽しかったんですけど、飲みすぎてちょっと頭痛いですね。二日酔いです。元気です。はい、それでは今日も元気に長くお仕事よろしくお願いします。で、今からバイオ島のガスを取りに行きます。鳴らしちゃダメだよ。鳴らしちゃダメ。うん、ガス上がるから。これガスが高いとどうなるんでしょうか。菌床が呼吸できません。そうなると人間と一緒ですよね。あ、窒息するってこと。そうですね。この菌床も生きてるんですね。生きてるんです。もうこの袋の中というのはもうこれ密閉されてて、このフィルターしかございません。なのでこの中っていうのはものすごくこうガス濃度がこう高いんですね。なるほど、はい、なので、しっかりガス換気を行ってこう空気を動かすことによって呼吸をしやすくなります。なるほど、はい、で、あ、2000以上は確定だね。これ目標値は3000以内。はい、ほらほら3000も超えた。3000超えたな。あら、あら、あら、4000超えた。あら、あら、5000を超えて、とても多いです。とても多いですね。誰かおならしました？おならしたんじゃない？おならって二酸化炭素？わからない。ガスだから。ガスだから。ちょっと換気を増やします。はい。はい。今日も京都でデザインの件で、今日は大館市の方に行っていきたいと思います。じゃあ。痩せたんじゃない本当に。ほら、めちゃくちゃ見た。お腹がない。そう、走ってあげる。昨日夜、俺たちじゃわかんないね。なくなったし、おっぱいもなくなったし。ある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 。ガリガリなるんじゃないもん。ガリガリね。うん。なれるものなってみろっていうみんなが言ってるよ。言ってる。結構なんかさっぱりしてるもんな、なんか。なんだろうな。髪切った。結構前。そんなあないっけ。うん。あってないか。あってるあってる。なんかさっぱりしてるな。顔痩せた？シートで。あ、シートで綺麗にしたからか。あ、なるほどね。いいじゃん。はい、大館市到着です。しっかり打ち合わせ頑張ってきます。はい、終了しました。すごくいいお話ができてうまく進みそうですね。頑張っていきます。で、今日撮影した？撮影したの今日。その撮影したかしてないかは、うん、ここまでのあれで分かる。パンって言う方になったらしてないんだなと思ってください。してねえな。あの、アブ怖いからちょっと。アブ怖いから、うん、よろしくね。はい、さあ今日はウィズシャーベットの練習でございます。これからちょっと練習していきたいと思います。アキラです。どうもアキラです。はい、ということで頑張りましょう。イエイ。そんなに泣かなくていいんだ、そばにいるよ、だから自分のせいで歩こう。おはようございます、今日は金曜日ですね、よく晴れた日です。
今日は明日花火大会がありましてですね、それのちょっと実行委員をやってるものなんで、結構それの、音楽イベントの準備やらを今日はしなければいけない一日となります。来客対応もございますのでね、どちらも効率よく頑張っていきたいと思います。ゆくおはよう。数を測っていきたいと思います。今日は私一人でございます。なんか今日も息苦しい感じがする。今日めちゃくちゃガスがある。社長の告だ。時間、お金を使って測ってきたんですけど、めっちゃ呼吸してるね。呼吸してます。めっちゃ呼吸してんじゃん。めっちゃ呼吸してますよね。息荒いんだよね。息荒いでしょうね。多分絶対息荒いよね。大丈夫ですか。これ以上換気できねえしな。壊れてんのかな。ワンちゃん、ワンちゃん、他のところも一回測ってみる。そういうことですか。で、わかりました。そうですね。あれ以上換気できないから、まずできる限りのことをするしかないから、ね、なるほど。わかりました。はい、今ですね、明日の八峰町花火フェスの、準備をしに来ました。音楽イベントのですね、準備をこれからしていきたいと思います。準備ご苦労様です。大丈夫千田さん。大丈夫じゃないかな。大丈夫じゃない。大変だ。本当2人で大体動いてるもんな。音響のセッティング中です。はい、現場に戻ってまいりました。ただいま工事を回りましたが、現場は大忙しです。お盆前の稼ぎ時ですね。ピークです。ジュン大丈夫？お待たいなんかさっきからずっとピョンって言ってる。ジュンさん、あの小袋のガチャンが全部終わりました。じゃあ審査って。はい。ぜひやってよ。そんなふざけたことしないで。お腹すいたお母さん。お腹すいた。私を食べて。アンパンマンやったお母さん。親鳥。今セッティング中です。So yeah, they got me as a social
はようございます。今日は土曜日ですが、本日仕事がお休みでございます。今日はですね、これから八峰町の花火大会のイベントがあります。でそこでまあ実行委員を務めておりますので、花火大会のイベント運営やらフェスもあってね、ちょっとバンドもありますので、しっかり頑張っていきたいと思います。イベントの前にですね、腹ごしらえをしに来ました。もちろんメイン朝日です。イベント会場へ向かいます。これからリハーサルをやっていきます。僕はちょっと音楽の担当者なので、ずっと今日はここのホールにいます。ビデオ撮る人上 OK にしたから、はい、あ、了解です。ありがとうございます。首長ここさ、おいでる人とかさ、はい、上さ、おいでこう撮った子。なるほど、さすがです。頑張りましょう。相葉さん、今日は一緒に司会をしていただけるということで、私あのサポートしますので、はい、面白い掛け合いをよろしくお願いします。サポートと言わずゴリゴリ振らせていただきます。よろしくお願いします。いいですね、この青空で。あとなんか呼ばれてるなと思ったら本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。これから X 石川のお着替えタイム始めます。これから化粧をしてみんなで変身したらまたさらに撮ります。やってきます。今日よろしくね、化粧ね。あ、カツラさ、それさ1年間さ押し入れにぐちゃぐちゃになって待ってたからさ。だろうね。あ、いいね、いいね。いいよいいよ、立ち上がってるよ。ありがとう。夏ね、終わった10時半ぐらい。ボーカルのメイク、終わりました。さあ、あとは花火を待つだけです。花火大会も盛り上げていきたいと思います。ああ、近い。お、10発ぐらい。あ、10分に行く。しいたけ、あ、しいたけ、けんしいたけ、どんじゅうと、はい、花火すごいね。はいよ、すごい、見
カビもいた、カビもいた、すごいな、カビ、ご来場いただきまして誠にありがとうございました。あー綺麗、お帰りの際は放置事故などには十分ご注意ください。ゴミの多い点です。花火大会終了です。ゴミステーションに捨てていただくか。おはようございます、今日は日曜日ですけれども、昨日ねイベントで会社をお休みにしたので今日は日曜日全員出勤です。お盆前なのでね、めちゃめちゃキノコが多いので僕も現場の方ちょっと手伝いながら、あ、昨日のですねちょっと花火大会の片付けも少し午前中やらなければないので、これからとりあえずねキノコを取ってきます。いやー素晴らしくいい天気ですね。暑くなりそうだな。とチューゴ。おでマス。何するの今から。でその前にちょっとなんか、やられてますけど大丈夫ですか。俺は。今日も測っていきましょう。今日も貸して測るか。出て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 。で。お。ちょっと下がった。ねちょっと測りますね。お。4000。4000。まあ許容範囲内っちゃ許容範囲内。ああ、うん。まあでもいい感じですよ。ありがとうございます。いいえ。はい。はい、では元気なくお願いします。お願いします。世にも珍しいサンデーセッシュ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。おはよう。あれ今日いけんじゃない、痩せたから。おお。サムネの時お腹痩せたと思いましたもん、あのこの辺を。そうでもないか。本当だ。ああそっか、ごめんなさい、なんか自分かけて、うん、ごめんなさい。あっち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 あ、焦げてる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 、うん、何が焦げてって何焦げてって何、クローズ02の屋上みたいですね。ここからは現場の方しっかり頑張っていきたいと思います。山です、めちゃめちゃある。来たぞ、トンジュンゴ、コーラ、コーラどうぞ、一本でいい。あ、2本いいですか。いや、俺の。あ、うん、甘いの取るとさ、頭すっきりするから。そうだね。あ、焼き肉行くか、あ、焼き肉行くか。焼き肉行くんですか。マジで一人焼き肉。一人焼き肉行くの。うん、じゃあ俺も一人焼き肉行くのか。どこ、牛角。牛角。牛角。ドンジュンゴのあるあるいたい。よいたよ。ドンジュンゴのあるあるいたい。ドンジュンゴのあるあるいたよ。早くいたい。言いなさいよ。このあるある言いたい、早く言いたい、早く言いたさいよ。全然疲れてない。全然疲れてないね。ゼロだね。領事は疲れゼロです。疲れゼロ、疲れゼロ。おセムは疲れゼロ。
疲れてる。セブンは疲れています。10はゼロ。え？ゼロ。疲れてます。お。社長は？これ？うん。俺はウォーボー。完全にウォーボー。今日は結構みんなと一緒に仕事できてるから楽しいんだ。明日も朝早いから。おやすみ。おやすみ。何回いただきます。